ちょ、何お前。また謎のモンスターが。なんか、ちいかわに出てきそうだな、こいつ。パンチしながら。ちいかわの怪異みたい。あ！ああ！やばい！デイジーがゾウになるのに、癖を感じる奴らが興奮しちゃう。よ。え、しかもその上スターだって？うわ、光るゾウさんとかに反応しちゃう民が、興奮しちゃう。お前何？お前ちょっと、お前何？あー、ちょっと待って。アラーム当たった。みんなちょっと待って待っていい？ちょっとしばしお待ちを。4時になったら、モカさん今日ちょっと買わなきゃいけないものがあって。4時ちょうどから予約始まるから、ちょっと待ってね。あれなんですよ。今度の映画やる仮面ライダーファイズの、真骨頂を予約しなきゃいけないんで。一応多分大丈夫だと思うんだけど、予約開始後にすぐに売り切れてしまう可能性があるので、それだけすぐ予約させてくれ。でも重くなるんだろうな多分。4時になりましたと。あー、サイト重いですね。画面が表示されました。予約ボタン、あ、いけました。ちょっと予約のボタンが押せたので、みんなちょっとごめんねマジで。ちょっとこれだけ、これがね、オーガさんが昼活動をあんまりやらない理由ね。こういう予約とかがだいたい4時頃から始まるから、それのためにこう時間を空けるとね。あ、でも重いですね今。重いですけど、決算まで行ってしまえばこっちのもんだよな。はい、お待たせしました。無事予約完了しました。はい、大丈夫です。よし、危ね危ね。よし、あ、今ねデイジーがゾウさんになったけど、ゾウさんから普通に戻っちゃったとこね。なんとか無事予約できました。皆さんのご協力ありがとうございます。